ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から高齢者になるための情報、それも起爆剤情報を配信しております。今日は2023年、10月の12日、木曜日です。先ほど、昨日行われました王座戦の試合で、対局で藤井聡太竜王名人が王座戦を奪取しまして、八冠となりました。すごいことですよね。その八冠が誕生して、今日一夜明けて、ホテルね、京都のホテルでしたね。これはウェスティン都ホテル京都というホテルで行われました。現れた藤井聡太八冠はですね、着物姿じゃなかったですね。普通背広で、ちょっとリラックスした感じで、登場ですね。そして、最初にそのホテルウェスティン都ホテルの京都からの女性からの花束が贈呈ということで、会見が始まりました。いやー、やはり昨日とは打って変わりましてね、昨日はちょうどその対局終わったすぐのインタビューとかがありましたけど、やはり、もちろん終わったばっかりで、まだその対局のことをいろいろ頭の中で巡ってましたので、それもかなり厳しく攻められてね、最後大逆転で勝利したんですが、それまでのいろんな経緯を見ながら、いや負けた、一瞬負けたところもあったというような、反省も込めながら、ちょっとですね、そちらのお話をしてましたので、そんなに弾けてね、発汗取ったというそんなこの明るい感じではなかったですね。相手のですね、敗者の永瀬さんもおられますからね、永瀬拓矢王座も、元王座もおられますので、そう手放しに喜ぶのもね、ちょっとどうかと思われたんでしょう。それと二人は仲が良くてね、ずっとね、将棋の研究をしている中ですから、また何とも言えないいろんな感情があったのでしょうが、一夜明けた今朝はですね、やはりそこらのことが一応吹っ切れて、八冠を取ったという、嬉しさももちろんあるんですが、でもまだ実感が少しないというような感じのことで、でも嬉しいというような感じで、笑顔がちょっとね、ちょっと弾けたというんですかね、昨日とはちょっと変わって、リラックスをされておりましたね。そして会場にはやはりもうタイトルの昨日終わってるんですけども、対局は。でも今日もよく引き取られましたね。ホテルの会見場へ引き取られましたね。ただ一つね、ちょっと見て思ったのは、女性の記者が、やっぱり将棋は少ないですね。女性の記者は少ないんですが、大盤解説場は女性が半分ぐらい来てますからね、今。女性がもうおしゃれしてね、来てますから、会場が、大盤会場などは華やかですよね。それと比べて今日の記者会見場はちょっと華やかではない男たちが多いので、その大盤解説場とはちょっと違う、雰囲気はありましたよね。もっと女性の記者が来て質問などしてもいいのかなっていうことをちょっと思いましたね。そしていろんな質問があったんですけども、その中で、こういう質問がありましたね。藤井聡太八冠は将棋で窮地に追い込まれる、困難な状態、負けそうになる状態の時にはどんなことを思われますかというようなことの質問がありました。ちょっと考えておられましたけど、藤井聡太八冠はですね、その時は相手にですね、の対してその盤上でですね、局面を複雑化するように心がけているという返事はね、返りましたね。結構
質問に対しては前向きと言いますか、真摯にきちっと答えられるのが、藤井聡太八冠のまた、どういうんですかね、好まれるところというんですかね、いいですよね、紳士的なところ非常にいいと思うんですが、そういうような答えが変えられました。そして、今回の王座戦は3局4局とも、幸運なことがありましたと言われましたね。いやー、やはりその幸運というのは、本人は幸運と言われましたが、第三者から見るとですね、やはりその勝負手というんですかね、勝負手としての手が、昨日は5五銀でしたか、そこらを打ってですね、ちょっとでも向こうがこう迷うというんですかね、その時の一瞬で大逆転が起こるんですね。それまでに、ずっとその負けていながら、だんだんとこう少しずつ近づいていきながら、最後に勝負手としての、昨日で言えば秒読みですからね、もう考える間ないわけですが、パッと見た瞬間にもうきらめきで刺すしかもう時間がないんでね、その時にやはり勝負手というのはやっぱりあって、相手がぐっとこう息を飲むというような迫力のある手をさせると、あ、なんかあるのかなというような迷いが起こるんですね。昨日まさにですね、普通の状態であれば難なくですね、金を打ってこう勝利にこう導くことができたんですが、そういう緊迫感の中、そして秒読み、そして相手が藤井聡太七冠が打った手がね、やはりしびれますよね、とぐっときて、そこで頭また回転、ものすごい回転でやりながら、ちょっと迷った一手が、昨日の永瀬拓矢前王座に、その時は王座ですが、王座によぎったんですね。でも、そういうふうに、指す力というのは、普通の棋士ではできないと言っておりました。そして、あそこまで永瀬拓矢王座がですね、ずっと積み重ねて、新しい、今までない手を考え、工夫してやってきた中で、終盤まで耐えられるのは、藤井聡太七冠しかいなかったと言ってましたね。もうあそこまで行かれたら、大体もう負けてしまう。もう永瀬拓矢王座に負けてしまうのに、でもそこを藤井聡太七冠ぐっと頑張りながら、そして最後にやはり勝負手をバチッと打っていく、この勝負師というかね、もちろん将棋の基礎的なこともずっと AI で研究しながら、いろんな角があるだろうと、相掛かるだろうと、相手が振り飛車だろうと、もう全部考えて、その技術的なこととかもずっとあるんだけども、勝負というのは、対局の勝負というのは、そういう知識だけで重ねていっただけでは、やはり勝てないところから、最後の最後になった時にこの勝負としての一手が打てるかどうか、これですね。今日はね、朝田中虎彦さん普段がこれは服装は着物姿ですっごいかっこいい着物姿でコメンテーターという方が出ておられましたが、ね、これはやっぱり私も好きな解説者の一人なんですが、その方がやはりその藤井聡太さんを見てね、その最後のそのどうですか、勝負手を打てるというのはね、これはなかなか普通の棋士では真似のできない、一つ一段ちょっと上のレベルのね、手であったというようなことを言っておられました。いやー、昨日そんな、もう燃えるようなぶつかり合い、親友でありながら、またその勝負の世界でもこうぶつかる、そして、言っていてがもう秒読み、そしてその中で勝負の分かれ目という、勝負の一手というのがやっぱりあって、そして一夜明けた今日の藤井聡太八冠ですからね、21歳と2ヶ月で八冠、将棋界、始まって以来の快挙なんですよね。でも今日の一夜明けて藤井八冠の笑顔はまた一段と良かったですね。またこの
会見終わった後、殺人的なスケジュールでまた動いていくようになるんですがね。でも牛頭さんは、笑顔がある限りね、勝負も強いし人気も上がるし、またそして今のもっと将棋を実力をつけるというもっと上の強さというんですかね、将棋の純粋な道を極めていくというそのような感じが今日の一夜明けた会見から向けられました。いやー、牛頭さんありがとう、笑顔ありがとう。そして、私もその笑顔に負けないようにチャンネル登録を笑顔で押してもらえるような動画を配信していきたいなと思っております。よげよう。